担当式試験皆さんお疲れ様でしたそれでは2023年5月担当回答速報会を始めます企業法担当いたしますレック専任講師の森村ですそれではいつものようにまず回答をですね、えー、と五つずつ区切って読み上げますねもうこの回答速報はレックのウェブサイトにはアップされていると思います では、いきます。えー、問題一から問題五まで、四六五四四、四六五四四。問題六から問題十まで、一三一三一、一三一三一。問題十一から問題十五まで、五三五三六。問題十六から問題二十まで、二六二二一。いいですね。で、正当可能性は、えー、こんな形になってます。今回はですね、えっ、ー、と、まず。 まあ、とりあえず、えー、写しておきますか、はいでえー。今回はですね正答可能性が高いとつまりまあ優しいというふうに判断した問題が13ありましてで、まあ、中くらいの難易度の問題が7ですね。でこれは解けないという問題はなかったと思います。でうん、その得点して欲してい、 点数といたしましては、えー、まあ10正当可能性が高いのは全部正解してほしいんですけどねまあ、1つぐらい落とすことはあると思います、えー、正当可能性中の問題は7つ中3つですねうまくいけば4つぐらいは正解できるかなと思いますで、正当可能性高いの,あののはゼロですからもちろんゼロですよねそうすると、えー、正当可能性高い問題で65点取って えー、中くらいの問題で15点取ってっていうことは合計80点ぐらい取ってほしいなっていうことでまあいつもの、えーまあ、お話なんですけどね、えーまあ、どんな優しい問題でも難しい問題でもまあもちろんそれぞれの皆さんが目標とする点数を取っていただければいいんですけども、まあ、企業法に関してだけ言えば80点取ってもらいたいなとで今回まあ取れたんじゃないですかね。えーっと その皆さんの平均点というのが、前回の担当が市場一番難しくてえーと、平均で四十パーセント切っちゃったんですよね。今回は五十パーセント超えるんじゃないか、という気はいたします。どうですかね。割と細かいの出てたんですけども、会社保宿規則とかやたら細かいのは出てたんですけど、正解には達することはできるんじゃないかな、というふうな。 に判断しましてまあうんとその平均点50%内外にポーンと跳ね上がったんじゃないかなっていう気はいたしますもちろんこれ蓋開けてみないとわかりませんのでねまぁ、あ、そあんなこと言ってたけど全然できてないよっていう方も全然その気になさらずにですねもちろんあの総合点で決まりますのでね合否はねはいということで、えー、っと正当可能性中の問題が7つありますので、えー、それをまあ簡単に見ておきましょう 前回はまあ史上最高難易度の問題ということで、えっ、ー、とその解説の時間がまあ随分長くなっちゃって回答速報会なのに1時間かかっちゃったって感じなんですけど、今回も30分ぐらいでさっと終わると思います。それではえ問題3からご覧ください。えー、株式会社の設立に関する問題ですね。でまあその普通の設立だというちゃんと断り書きも書いてます。えっ、ー、とその。 あの組織再編に伴って会社の設立される場合もありますけどそこは考えなくていいよということですね。であの足「法華には設立しようとする株式会社が公開会社である場合には3人以上でなければならないと」とこのような規定はなかったですよね、まあ、昔は7名以上だったんだけど今は1人でいいよっていうのは講義でもいつもお話ししてるところですよね。 意の足、発起設立において発行可能株式総数を定款で定めている場合には発起人は株式会社の成立の時までにその全員の同意によって発行可能株式総数についての定款を定款の変更することができるとこれは37条2項にありまして定款の絶対的再事項というのは基本的に27条に規定されているんですけれどもこれだけは発行可能株式総数だけは37条2項なんですよね。それははこのような形であの公開会社にあっては いわゆる4倍規制といま分の規制というか,いうか発行可能株式総数の4分の1以上は設立段階で発行しなきゃいけないという規制がありますのでそれがまだから予定の株式予定していた株式が発行全部できなかったというような場合には発行可能株式総数外枠の方を下げなきゃいけないので、ね、そこでこういう規定が設けられているということですね。北起人は株式会社の成立後に 株主の地位を失った場合であっても株式会社の設立の日から2年以内に当該株式会社の設立の向こうの訴えを提起することができるこれはでできないですよねそもそも発起人は、えー、と設立無効の訴えの提訴原者じゃないんですよねただ発起人は必ず株主ですので株主等の中に、まあ、株主ということで、えー、その設立無効の訴えを提起できるわけですけどもその株主の地位を失っちゃったわけですからそれは提起できないですよねと。 の足、発起人がその引き受けた設立時発行株式についてその出資にかかる金銭の払い込みを仮装した場合において当該発起人が株式会社に対し払い込みを仮装した出資にかかる金銭の全額の支払いの義務を履行した時はその他資本剰余金の額は当該義務の履行により支払われた金額が 金,金銭の額が増加すると、でこれはですね、まあ、細かいところなんですけども、会社法計算規則の21条3号にこのままの規定がありますので、えー、これは正しいということになりますね、はい。それでは次、問題8ですね。問題8、公開会社の株主総会における書面による議決権の行使の問題です。これもかかなり細かいです、えー、思考規則が んでくるとこですよねは,いえー、ではあの足1人の株主が同一の議案につき書面と電磁的方法により重複して議決権の行使をした場合において当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものである時における当該株主の議決権の行使の取り扱いに関する事項を取締役会は株主総会の招集の決定に際して定めることができるできるんですね。まあ、これ定めととかないと、えー、その 後でまた揉めたりするのでねで、まあ、定めることができるっていうんでまる、えー、ですねで井上氏公開会社の株主の数が100 1,000人以上である場合には当該公開会社の取締役が株主の全,全部に対して金融商品取引法の規定に基づいて株主総会の通知に際して人情の要子を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘している時を除き 取締役会は株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない、まあ、ややこしい例外の場合書いてますけども要するに原則としてそういうことですので「は、えー、はこれは正しいですよね宇野淳」株主総会の招集の通知を発出するに際して交付すべき議決権行使書面には各議案について危険を記載する欄を設けることができないと、まあ、そんなことはないですね。機関した場合にはどう扱うう扱かっていうのも その規定がありますので設けることはできると絵の足公開会社の債権者は裁判所の許可を得て当該公開会社の営業時間内はいつでもその請求の理由を明らかにして当該公開会社に提出された議決権行使書面の閲覧又は当社の請求をすることができるとこれはできないですよねそもそも債権、えー、者には閲覧請求権ないですからねでもこれもかなり細かい 問題ではあるんですけどもこれはレックの、えー、とポイントアップ答練だったかな公開模試だったかなでここのところ書面によるその議決権行使の場合でそ,のそれをその記載が曖昧な時というか分かんない時はどうするかっていう定めは出してたのでこれはレックの受講生の皆さんは取れたんじゃないですかね。はいそれでは次第9問ですね。 第9問は、えー、電子提供措置ですね改正法絡らみのところですねやっぱり出ましたねはいそれでは見ていきましょうあの足取締役は株主総会の日の、えー、3週間前の日または株主総会の招集の通知を発した日のいずれか早い日から株主総会の日後3か月を経過する日までの間株主総会の目的である事項について継続して電子提供措置を取らなければならないまあ条文そのままですね これはまあ問題ないでしょう。イノア氏取締役は株主に対して株主総会の招集の通知に際して議決権行使書面を交付する場合においても、えー、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置を取らなければならないこれは取らなくていいよっていう、えー、規定がありますので、ね、これも条文の規定そのままですよね。うの足取締役会設置会社以外の株式会社が電子提供措置を取る場合取らなくてもいいのに取る場合ですよね。 取締役株主総会の日の1週間またはこれを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこれはその電子提供措置をその読み込む時間が必要なので2週間前までということになってますよね。 えーえー、の足株式会社が株主総会における議決権を行使することができるものを定めるための基準日を定めた場合においては株主は電子提供措置事項を記載した書面の交付を受けるには、えー、当該基準日までに、えー、当該株式会社に対し、えー、書面交付請求をしなければならないこれその通りなんですよねその通りでそのままの条文があるんですけどもいかがでしたでしょうかまあ条文読んでさえいればなんてことない問題なんですけども果たしてそこまで。 押さ、えー、えておられましたでしょうかという感じですねはいそれでは、えー、問題12ですねいわゆる内部統制システムについての問題ですよねはいでは見ていきましょうあっ代社である監査等委員会設置会社において取締役会は内部統制システムの整備について決定しなければならないとこれはまあ委員会系の会社ですからねえー、えー 決定しなきゃいけませんね。異の会社、市名委員会等設置会社において、取締役会はその決議によって内部統制システムの整備についての決定を執行役に委任することができると。これはもう個々の取締役にも委任できませんので、執行役にももちろん委任することはできないですね。右の足、取締役会設置会社である監査役設置会社において、取締役会は内部統制システムの整備についての決定をするときは、取締役が株主に報告すべき事項の、 報告ををするためめの体制制当該内部統制システムに含めなければならならいこれはあの監査役非設置会社監査役を置いてない会社の場合は場合によっては取締役が株主に報告しなきゃいけないって場合が出てきますのでその体制をその定めとかなきゃいけないんですけども監査役設置会社にあっては取締役が個々の株主に報告しなきゃいけないって場合ないですから。 これは定めなくていいですよっていうことが、ちゃんとまあこれも会社法保守指行規則の100条2項というところに書いてあります。絵の足、会計監査人設置会社でない監査役設置会社において、事業報告を受領した監査役は、当該事業報告に内部統制システムの整備についての決定、または決議の内容及び運用状況の概要え、監査の範囲に属さないものを除くがある場合において、その内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由を、 内容とする監査報告を作成しなななければならないとこれもまあそのままの条文がありましてでこの会社保守規則の129条1項5号っていう条文はあの、えっと、論文でね論文の論点で監査役の監査権限の範囲っていうところで、えっと、その妥当性監査肯定説で使う条文ですよね。でうちではうちの答連では論文答連ではその監査役の関数範囲その業務監査権限の範囲について 妥当性換算も含めるっていう説を取ってますので、まあ、論文ではやるんですけどねでも担当でこんな細かいところまでやりますかねっていうと確かにまあテキストには書いてあるんですけどねちょっとまあ細かすぎるかなっていう気はいたしますはいそれでは次、えー、問題15ですねはい、えー、持ち分会社ですね で種類の変更と会社の組織変更に関する問題ですね。では行きましょうあ合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には当該会社は無限責任社員全員の同意によって定款変更するまではなお合資会社に関する株会社法の規定が適用されるこれはもうみなし定款変更がなされるわけですから。 ここここんん、ねまあね、んなななととはいででですすよよねね条条文文ありませんっていうことです井ノ端、合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該会社の社員が有限責任社員のみとなった場合において合同会社となる旨および債権者が一定の期間、えー、内に異議を述べることができる旨を官方に広告しかつ知れている債権者には格別にこれを再告した時は当該会社は当該一定の期間が満了した時に合同会社となる定案の変更したものとみなされると。 でこれは、えー、こんなことはないんですよねあのもう直ちにみなし定款変更ですから直ちに合同会社になるんですよねだからその合資会社の有限責任社員というのはその全部履行の原則がありませんよねですから合資会社の有限責任社員でまだ、えー、とその履行分が残ってるとでそういう社員がいてももうこれはみなし定款変更ですので合同会社になっちゃうんですよね。 だからそういう場合には合同会社の社員であっても全部履行してない社員がいる場合が出てきますからですからその場合にはまあその合同会社の社員であってもまあ例外的に直接責任を負う場合としてまあこれ有名な条文ではありますよね。でまあその合,同会社の合同会社になった場合は未履行の社員については1ヶ月以内に履行すりゃいいよっていう条文があるんですね。 まのそれがあるってことはあの合同会社にはなっちゃうんですよねみなし定管変更ですからもう直ちになっちゃうってことですよね。えー、でうの足合資会社が組織変更する場合には組織変更する旨及び債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に広告しかつ知れている債権者には格別にこれを催告しなければならない。合合合資資会会社社が、えー、っと合資会社の場合には、 えー、無限責任社員がいるわけですけどもそれが組織変更,変更して株式会社になっちゃうと、えー、無限責任社員がいなくなって最終的にその責任を取ってくる人がいなくなるのでこの場合には必ずこういう厳格な手続きが必要になってきます絵の足、えー、株式会社が組織変更する場合において組織変更する旨当該株式会社の計算書類に関する事項及び債権者が一定の期間 内に異議を述べることができる旨の広告を官報のほか、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙または電子広告のうち定款で定める方法広告方法によりするときは知れている債権者に対する格別の再告を要しない、いわゆる二重広告ですよねねね、えー、ここれれもそそのままま規定がありますすすとということですよ、ねはいうでででよはは謝罪ですね。 謝罪あの足無記名式の謝罪権を有する謝罪権者は募集謝罪に関する事項において無記名式の謝罪を記名式とすることができない旨の定めがある場合を除き謝罪発行会社に対しいつでもその有する無記名式の謝罪権を記名式とすることを請求することができる、まあ、そのままですよね。その通りですね、はいで井の足 えー、社債権者と社債管理補助者との利益が相反する場合相反する場合において社債権者のために裁判所または裁判外の行為をする必要があるときは裁判所は社債権者集会の申し立てにより当該社債管理補助者を解任して事務を承継する社債管理補助者を選任しなければならないと、まあ、こんな規定はないというか裁判所がこんな面倒くさいことはしてくれませんわね。えー宇の 社債が2以上のものの共有に属するときは、えー、社債発行会社が社債権者に対してする通知または催告は通知または催告を受領する者1人の氏名または名称について共有者から通知がない場合にはそのうちの1人に対してすれば足りると、まあ、条文もあるんですけどもこれはあの、えー、と株式の共有のところからの連想で、えーまあ、こっちもそうだろうなということで丸はつけられるんじゃないかと思います。 の足、社債権を発行する旨の定めがある社債については当該社債が信託財産に属する旨を社債現場に記載しまたは記録しなければ当該社債が信託財産に属することを社債発行会社その他の第三者に対抗することはできないこんなもん知らないよっていう話なんですけどね条文あるんですよねまあこれはねちょっと知らないですよねはいそれでは最後問題17ですね はい会社株式会社の組織変更と吸収合併及び組織に関する訴えの問題ってなってますけれども要するにあの、生産しなきゃいけないかどうかで475条、各号に該当するかどうかということなんですよね。 ここの条知らななないいいともももううどうしよでですすねね出てあの足は株式会社の組織変更が効力を生じた場合には当該株式会社は生産しなければならないそんなわけないですよねこれから、えー、持ち分会社として存続していくわけですからね。えー、で「イノア株式会社が吸収合併消滅会社となる吸収合併の効力が生じた場合には当該株式会社は生産しなければならないこれは生産手続きを要せずに、えー、そのまま消滅してしまいますからね。 だからこれ後位はバツバツはわかりますねだからこれは難易度難易度っていうか正当可能性高いでもいいかもしれませんね後位、えー、で答え出ますもんね宇野橋株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認用する判決が確定した場合には、えー、当該株式会社は清算しなければならないまあ、これはそりゃそうですよねまあ、条文にもちろん名文の規定ありますし、えー、まあ、設立無効ですから会社は設立登記を経てもう、うん、実際に 活動してるわけですからねその後始末をしなきゃいけませんので生産しなきゃいけないと。えの足え株式移転の無効の訴えにかかる請求を任用する判決が確定した場合には、えー、株式移転設立完全親会社は生産しなければならない、えー、っとそうなんですよこれはそうなんですよね、えー、っと向こ,う、まあ、これがそのこの辺りその会社分割との扱いがどうのっていうので、えー、ちょっとまああの。 突っ込んでいくとかなり込み入った話はあるんですけどもまあお条文上そうなっているということでこれはまるで、えー、特に問題ないと思いますはいいかがでしたでしょうか今回はあれですよねあの、えー、金融商品取引法が比較的優しかったので割と皆さん点数取れて手応えあるんじゃないでしょうかね、まあ、平均50%内外というふうに。 今回は予想しておきます。はい、で最後にもう一度回答を1つずつ見ていきます。問題一から問題五まで四六五四四四六五四四、問題六から問題十まで一三一三一一三一三一、問題十一から問題十五まで五三五三六五三五三六、問題十六から問題二十まで二六二二一二六二二一、はい、ということで、えー、企業法は、えー、ここまでにいたします。どうもあ皆さんお疲れ様でした。